金魚鉢の中にいたんだよ。鏡を使ってね。子供でもわかるような簡単なトリックだよ。まんまと引っかかってくれたな、頭のトンチキな変態アレッシーのおっさんよ。いくら2歳のジャリオッツでも顔を切り刻むことぐらいできるよ。ジョタロー、やばい、殺される。ジョタロー、だこんなところに。窓から血だらけで落ちてくるなんて普通じゃねえな。落ち着け、落ち着くんだ。こういう時こそ冷静な奴が勝利する。考えてみれば、ジョタロは今成人姿のポルナレフを探している途中。俺のことを知らない。いつもやっているようにすっとぼけ通して隙をついて攻撃してやる。この家のご主人様に叱られる。窓拭きしてたら足を滑らしてしまった。どうしよう、どうしよう、叱られる。持ち上がれ、このクソ親父。お兄ちゃん、誰だっけ、誰だっけ、今だ。ポルナレフのやつが顔を出すのを待っていた。やめちゃったら、そいつの影に気をつけて。やった、触った、ジョータローの影に触ったぞ。しまった。うわジョータロー、てめえも俺のセトシンの術中に落ちたのだ。を使えるようになったのは最近と聞く。つまり子供の時はスタンドを使えなかったということだ。ただのガキになるのだ。あんなに小さく、7歳ぐらいの子供に戻ってしまった。俺の勝ちだ、ディオ様。俺がジョータロを殺すのです。礼金をたんまり弾んでもらいます。死ねジョータロ。殴った、生身の子供の拳で。やれやれ、子供だからってなめんなよ。ヒヒヒヒヒヒ。おらおらおら、やるときはやる。性格の人だったのか、強い。むにゃむにゃむにゃ、あれ、にひひ、生ぬるいぜ。行くぜ、ダメ押し。えらいな。赤いと嵐の瀬戸陣のスタンド、アレッシ、38歳独身。遥か彼方に吹っ飛ばされてリタイア。